神戸城本丸の現状神鍋城は、広島県福山市神鍋町にある南北朝時代から江戸時代初期まであった日本の城である。別名として、村尾城、神戸道場城、紅葉山城、秋山城などがある。本城は神戸平野を見通せる紅葉山に築城されたビンゴ国を代表する城の一つである。昭和時代までは南北朝時代から ビンゴ国の守護所が置かれたとされていたが、近年は研究が進み、神戸地方に守護所がなかったことが確実視されるようになり、現在では神戸城もビンゴ国における政治の中心からは外れた存在であったとみなされるようになっている。また、南北朝時代に築城された城は、現在の場所から北東約700メートルに位置する古城山にあったと考えられており、 現在の位置にあるものは、室町時代の1443年に、山梨によって築かれたのが、始まりと思われる。紅葉山の神戸城は度重なる改修を受け、江戸時代になると、福島市により、金星城郭として整備されるが、福島市に代わり入宝した水野勝成は、新たな城を築いて、神戸城を廃城とした。この時、建物や石垣のほとんどが、 福山城に転用されるなどしたため、神戸城跡には山頂や尾根を削った車や掘割などが現存するのみとなっている。なお、紅葉山に隣接した山城にある城郭風、建築物は福山市神鍋歴史民族資料館で昭和時代後期に建てられた城の遺構とは無関係の施設である。なお、神戸城の城名は廃城後に付けたれたものであり、歴史上は 村尾城が正確な古城である。古城山の城は、高谷阿川に隣接する、丘陵城に位置する小規模な城で、貧乏古城期によると、南北朝時代の建武2年。下吉の乱により1401年から、山梨が貧乏守護大の地位につき、1443年に、新たな城を築いたことにより、廃城となったようである。紅葉山の城は1443年に、 山梨によって気づかれたとされるが、当初の規模や様子はよくわかっていない。その後、田島村岡山名家府によると、山名広志の,の着難山梨明は、神戸上主であったと伝わり、天文7年までに山名治教が上主となっていることがわかっているが、宇治明以外には、李教以前の上主は明らかではない。天文十二年頃に、神戸城は、大内氏に攻められ、理教は、 約7年間持ちこたえるが、天文18年に落城する。山名治武教は逃亡し、大内氏は、神戸城を直轄城としあおけ、越後守を城盤に置くが、大内氏が滅亡し、勢力基盤を毛利元成が継承すると、毛利氏は侵入した山名治武教に、神戸城氏復帰を認めた。工次3年に、立教が死去すると、加納の杉原森重が、 神戸上司となる。これにことを唱えた、理教の旧審、藤井明元が謀反を起こし神戸城を占拠するが、すぐに鎮圧され明元は、備中国に逃亡し自陣した。A67 年に森重が西宝器の小高城に移ると、神戸城は森重の次男、杉原影森が引き継ぐが、天正十二年に兄の元森を暴殺したことで、毛利氏に討ち取られたことから、 神戸城は、毛利氏の直轄城とされた。天正19年からは、毛利元成の八王毛利元康が城主となる。毛利元康は、慶長3年に、神戸城から南に位置する海辺に、新たな城を築いて移り住んだ。しかし、慶長5年に、関ヶ原の戦いの戦後処理により、元康の所領が没収されると、代わりに、福島正則が入法して、勘部城には、 筆頭が老であった、福島丹波守正墨が三万国で置かれた。福島市は、源流五年に改役され、水野勝成が入法する。水野市は、西国の戸山大名を監視するために配置された、不大大名であったため、その役割を担う城としては、神戸城は、規模が小さく不便であるとして、足田川川口の常教授さんに、新たな城を築いて、神戸城は、 廃城とされた。神戸城は、最終的に石垣を用いた数の矢倉と天守を、有する金星城郭として整備されていたが、福山城追記の際に解体され、石垣や矢倉の多くは、福山城に移されたと言われている。このため、現在、山城部に残される遺構はクルアートや、部分的な石垣、掘り切り、井戸などのみである。平野部は発掘調査により掘りの石垣などが、 検出されている。福山城に移された矢倉は、神戸一番矢倉神戸二番矢倉神戸三番矢倉神戸四番矢倉などであると言われている。ただし、これらはいずれも明治初期に解体されたため現存せず、事実の確認は困難である。現在まで残る神戸城の建築物の移行と言われているのは、福山市北吉津町の実装時の三門のほか、明王院の書院、 などである1970年代に、神奈部町により本丸城に天守を模した形状の資料館を建設する計画が持ち上がり、これに先行して二の丸に事前調査のないまま公園整備が開始された。このため、二の丸の遺構は記録を残すことなく破壊されたが、これを見た地元住民が県教育委員会に通報したため本丸部分の整備は中断された。 模擬天守計画は地元郷土司会などから神戸城の遺構を破壊し歴史的経緯を無視するものであるとして反対運動が起こり実際に本丸で行われた事前発掘調査で建物跡などの遺構が検出されたこのため神戸町は計画を見直し資料館は神戸城に連続する吉野山の山頂部に建設されることになったしかし 神戸城と資料館の間の空堀に、コンクリート製の歩道橋が建設され、この部分の遺構の一部が破壊されることとなった。城石そのものは史跡には指定されていないが、城石に生えている。安倍巻が死指定天然記念物となっている。ありがとうございます。